はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガンダムジオラマフロント、第2回目をやっていきたいと思います。ちょっと施設をそこそこ作りました。まあなんかすげえ適当ですけど、ヘビーバルカンとか2つありますね。これで防衛大丈夫かっていうのはありますけれども、とりあえずそう、モビルスーツを開発するのにめっちゃ金がかかるんで、今ここまでシャーズナブルまで来てるんですけど、次陸戦ガンダムとか7500とかシャア専用時ごっく1万っすね。でもう下の方に来るとバーニーで2万5000っすからね。まあ夢は広がりますけど、フルバーニアンとか12万5000円とかユニコーンとかいくらすんだよこれみたいな感じっすね。開発期間6日とかもうリアルに日数がかかる。まあモビルスーツは開発できないんで、これはどうすればいいのかな。とりあえず戦闘して資源とお金を貯めればいいのかなっていうのがあるので、まあ制圧戦をちょっとやっていきましょう。あとやっぱこれね、まだベータ版なんで頻繁にタイムアウトしますね。それがちょっともうめんどくさいです。これまあ一緒でいいかな。とりあえずバトルスタート。私が出るんだ。いけ。これで勝てれば指揮官は無能だ。マジで無能とか言われちゃうよこれ負けると。敵モビルスーツが多分まだ出てきてないんで、ちょっとこのヘビーバルカン先に潰しといた方がいいな。さて出てきたからに行け。裏では帰れんだ。あとこっちのヘビーバルカンもちょっと潰しとかないとまずそうだから、で護衛に2人入れましょう。であとはこっちからもちょっと突っ込んでいかないと。ザクとりあえず 前期出撃。アッカイも前期出撃。あまり手間取ってはいられない。いけー。シャアがマジどこにいるんだかもうわからない。手間取ってはいられない。オッケー、フロントコア破壊。大丈夫でしょう。私が出るまでもなかったかもしれんな。いやレベルアップのためにシャア大佐も出てくださいよ。今大佐なんだかどうかわかんないけど。オッケー、ランク A。 なんかハテナハテナハテナがあるけど、お、昇格二等兵おめでとう。もう二等兵になるなんてさすがね。階級が上がるとエリアをクリアした際に獲得できる報酬が増えるの。ゲームを進めることで階級が昇格します。大将を目指してお頑張りなさい。わかりました、セイラさん。第2エリア。これ第1エリアでずっと稼いでた方が良かったんじゃん。これ第1エリアとかに戻れんの？なんか、おお、なんだ。あ、自分のところに戻っちゃった。支給品。あ、そうだ、もらえるもんもらっとこう。おい、2400円。第1エリア報酬資源2400。クエスト達成報酬と、いや、もう全部もらっちゃおうお金が1万円にいったな。1万円ってなんかモビルスーツ確か買えたな。おお、陸戦ガンダム、ちょっと陸戦ガンダム買いましょう。開発10分。はあ、10分ですかみたいな。あと何が建設できる。このフロントコアは1万かかるのか。じゃあちょっとまた制圧戦で。これは砲撃を破壊せよ。このジオラマベースではコストは消費されません。え、ちょっと回復まで何、あと5分とかマジでシャア大佐大丈夫ですか。出撃できないエースが含まれている。よろしいですか。しょうがない、エースなしでいきましょう。シャア大佐マジか、5分もかかんのか。ここはシャア大佐なしで行くしかない。数で攻めるんだ、数で。まずここに
1,2,3,4,5 こっちにも1,2,3,4,5え、お、ザク大丈夫か、ザクじゃねえ、案外5,1,2,3,4,5で、あとなんとなくこっちの方から攻めろ、で、案外もここからガンガン攻めさせていこう、うわ、めっちゃ回り込んでるよ、案外あんた遠距離が攻撃できないのか。 OK 100% ほい、ウィンパーフェクト。スタックボーナスっていうのが結構わかんないな、これレベル何まであるんだろう。出撃しなかった量産基地によって資金が返金されます。あ、ほんと？これもう一回できるのかな？これずーっとこれやって稼いで、あー、できない。マジか。シャア大佐も回復してないからな。もう量産機で頑張るしかない。あと3分もかかるよ、だって。とりあえず、やるか。エースはちょっとめんどくさいですね、これ。なるほど、これを見ながらまず外側から、ザクは外側から砲撃しましょう。ここら辺に2体ずつ置けば届くかな。いやいやいや、あれ大丈夫？うわ、やられてる、マジか。あと赤い、もうとりあえず潜り行きますよ、いけ赤いうわ、速攻でやられてるよザク、マジか、破壊できなかった、もう潜りすぎていない。あとうちの赤いキッチンどうなってんのうおー、あの射撃砲台みたいなのが超強い、やばい、うちの赤いじゃ歯が立たない。もうあと何機だ、 1,2,3,4,5 機くらいしかいないんだけど、やられるぞザクも、やられた、ザク、このザクももう時間の問題だ。うお、やられた、マジか、戦闘結界、ちょっとこれダメしたね。これ負けるとどうなの、あ、一応手には入るか。お、レベルもアップする、なるほどね。量産機もな、ちょっとじゃあ、これ負けるともう一回。えできないんだけど。マジか。これちょっとひどいな。一回リセットしたいっていうのもあるけど。まあ、しょうがない、ちょっとじゃあ、大佐が回復するまで待つしかないじゃん、これ。あと、そう、陸戦ガンダムっすね。陸戦ガンダムができるまで待たないと。時間短縮って、一個しか持ってないしな。開発をちょっと見ますか。量産機だな、欲しいのは。そうすると、こっからじゃあ、次はジムっすね。白天田の肉戦ガンダムができたら、次はジムを開発しましょう。エースもな。で、左が主にあれか、ジオン系に来るのか。なるほど、なるほど。いい量産機が。なんかいないな。そうするともう一個他のラボを作んないといけないのか。こっちのラボっすね。これいくつでできるんだ。修復4000、お金足りんのこれ。これお金使ったっけ、だってこの時。こっちどっちだっけ。2か3か、じゃあ2を修復しましょう。これ OK、 修復1分、いけー。お金が865円しかない。マジか、まずはこれを強化しないとダメだな。モビルスーツを揃えないと話にならない。量産機がもう一機欲しいな。そうするとジムっすね、ジム。お金ってどうやって増えるんだろう、これ。あ、でも1時間、これログアウトしててもお金増えるのかな、ちょっと謎だな。これいくつだったっけ、フロントコアって1万円か。
全然足んねえな。とりあえずもう少しで。これ何？造船所。1101002万2500円。めっちゃ金かかんな。金っていうか資源か。これ左側がこれが資源でこれがお金っすね資金。 OK、 モビルスーツラボプロダクト2。これちょっと見てみようっと。レベルアップって、おリーオーがいる。リーオーが開発しましょう。開発されてんのこれ。トーラス0円。 OKOK、 OK OK、トーラス1分かかんの。いやー、何にするにも時間がかかりますね。これはゴールドプラント。あ、移動できる。ヘビーバルカンの近くのとこ、おっと、モビルスーツラボ開発中っすね。陸戦ガンダム時間かかんな。こうやってる間にシャアが回復しそうだな。めっちゃグダグダだなこれ。あとやることといえば、支給品は全部受け取ったか。あとクエスト見よう。お、ここら辺が報告。これいちいち報告しないといけないの。報告報告報告と。で、エースとブートスタンドアルファを修復せよ。あ、そうか、修復せよってことはなんか廃墟になってんのか。どれだエースのやつって。あ、これだ。1万円、高。これ何、同盟タワー。これもエースか。あー、これもエースか。なるほどなるほど。ここら辺にもなんか廃墟があるな。モビルアーマーラボ、モビルアーマーが作れる。1101000万10万。手が出せないんだけど。はあはあはあ。モビルアーマーブートスタンドもあるのか。なるほどね。これ何？あ、そっか、さっきの同盟タワーか。あ、ミディアがいる、ミディアが。あ、ここにアッカイとザクがいる。6機まで量産型モビルスーツはいけるのか。で、これなんだろう、モビルアーマーかな。お、回収。よし、トーラスを回収しよう。で、あとできるのが、お、ヘビーアームズがいる。2500円とかで安いけど資金が足りん。え、マジでヘビーアームズなんでこんな安いの、おかしくね。ゲドラフ、あ、ガロードのガンダム X がいる。うん、次世代モビルスーツの方がなんか強そうな感じはするけどな。まあ、ちょっと編成しますか。あとちょっとすいません、39秒待ちましょう。マジグダグダ動画だなこれ。ちょっとこういうモビルスーツの開発シーンとかは、そうっすね、なんかうまくやっていかないといけないっすね。今回はちょっと勘弁してください。とりあえずこいつができたらちょっと編成してもう一回挑みます。シャアも大丈夫でしょう、その間には。7、6、5、4。マジどんな動画だよこれみたいな。 OK、 絶対に死ぬな。俺も戦死させることのないよう一層努力する。よろしくお願いします。よし、部隊編成。エース機のところに、あ、もしやエースって一人しか置けない、ミディアだから。うわー、一機しか置けない。とりあえず勝利の喜びを共に勝ち取ることを切望してやまない。そうか、戦艦がしょぼいから持っていけないのか、モビルスーツを。トーラスにするか、どうしよう。 BO の方が射程1とかあるんだね。うんうんうん、こいつはヒットポイントが低いけど射程が長い、射程4。しょうがないな、これこれでしかいけないじゃん。こ
これだな。じゃあちょっとこの造船所まず22,500円か復活させないことには話にならない。いや絶対無理だよこれ。これできないの？もう一回制圧完了って完了してないだろう。まあいいや、じゃあこれ。バトルスタート。いよいよだ、落ち着けよ。しろ、まずこれを破壊しよう。ここにザクを大量に置いて、まずは砲撃でなんとかする。いけーザクーで戦ってる間に白をここに置いて、よし、ついてこい。あとはついてこい。あ、しまった。このままだとこっちの方があれだ、手薄だ。頑張れー。ちょっと右上のあいつが破壊できなかったな。あ、なんかフロントコア破壊したのすごいあれじゃん。攻めろ、いけ。 OK、 これ 100% になったよね。どんな戦場だって切り抜けられるさ、信じ合うことができればな。なんかちょっとしょぼいけど。陸戦ガンダムレベル1か。そういえばまだ、え、白をこれでまたダメとか。ああ大丈夫だな。ここもここに砲台があるからこれをまず破壊しよう。いよいよだ、落ち着けよ。しろ、さっきと似てるな。とりあえず10機だな。まず、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10機。よし。で、2機で、ここを行って、あとは赤いで、うわ、すげえ。ベリーバルカンとか。白は、なんかこっちの方から行って。ついてこい。うわー。赤い部隊、行け。右上の赤いがまずいなこれ死ぬぞ、死んだこれまとめて言った方がいいんじゃね。やばいやばいやばい。あのヘビーバルカンにめっちゃ狙い撃ちにされてんのに。一か八か、頼む。こいつは俺が必ず仕留める。よし、とりあえずフロントコアは破壊できた。行く間になんか一気落ちそうだな。おお、攻撃力アップ。よし、やったぞ。イエーイ。オッケー。うん、白アマだ、いいっすね。よかった、できたじゃないか。これでここも制圧できたっしょ。よし、レベルアップ。ヒットポイント全回復。ああ、出撃しなかったやつがいるとスタックボーナスが入るのか。B。まあそりゃ B だろうな。これ任務やり直せないのか。第3エリアに進んじゃったよ今度。敵ジオラマベースにエースが配備されてるわね。私たちもエースを開発して対抗しましょう。マジか、強そうだな。エースは他の機体同様モビルスーツラボで作成できるわ。あー、もう作成してるよ。ほい、ちょっと戻りましょう。すべてのモビルスーツラボを修復しよう。はい、というところで、じゃあ2回目はこれで終了して、とりあえずなんか戦艦がしょぼいんで戦艦のこのラボを、復旧させたいのと、なんかいろいろやることは多いっすね。金が足りないっていうのも
あるし。まあとりあえず今回はこれで終了したいと思います。